はい、タカさん家族がやってきました。今日もやってきました。はい、じゃあ乾杯。あ、まだまあいいや、もう、え、何それ、お酒、お茶マイボトル、ほんとプロテイン飲んじゃって、大丈夫、そういうイメージなんで、プロレス好きだったの、うわ、はぁ、プロレス、なんかプロレステレビで私も一緒に見たことあるんですけど、最近やってないよね、プロレス。なんかちょっと前まで夜中やってたけどね。今はやってるけど。あ、やってる、コバスケンタなんか引退したって。最近全然見てない。引退したんですよね、小橋健太。引退試合がなんか。亡くなった方は誰なの？亡くなった方は橋…なんとかっけ？あれ、橋本慎也じゃん。あ、そうか。ちょっと名前が似てたかな。似てないですよ、全然。小橋健太。高田信彦って高さんに似てるよね。そう。似てる。あー、あと長島なんとかっていう俳優にも似てる。近藤さん似てるじゃん。え、誰？高田信彦。そう、似てないでしょ。いや、高さんそっくりだなと思って。長島なんとかっていう、田舎なんとかっていう、長島なんとか俳優いるんですけど、その人にも知りません？長島俊之、長島俳優でしょ。嘘、長島なんとか誰だろう。田舎暮らししてる人。ゆきちゃんって堀北真由に似てるもんね。それちょっと後ろから蹴っ飛ばされてる。ねえ、何みんなで褒め合って気持ち悪い。もう全員若いぐらいの話しちゃって。そ、あの10年若ければね。そうです、久々にみんな会いましたね。ようやく会えて。お昼ご飯食べたいでしょ。ね、焼こうか。そうです、これから今火種作ってんだけどね、なかなか火が移んない、この火種やっぱり。同い年なんですか？誰か